そして今まさに著者校のチェックが終わりました。 皆さん、こんにちは。ナビゲーターの伊藤田です。今日は久々に出版プロジェクトボリューム4をお届けしたいと思います。合わせてですね、なんでプロジェクトマネジメントを学んでもプロジェクトがうまくいかないのかについて私の考察をお伝えします。その前にですね、1冊目のプロジェクトマネジメント実践講座13回目の重版となりました。引き続きですね、Amazon でもベストセラーカテゴリー1位が続いておりまして、お手に取っていただいた方々、本当にありがとうございます。 4作目の新しい書籍なんですけれども、進捗はここまで来ました。ボリューム3の動画ではですね、挿絵原稿提出まで済みましたっていうお話をしましたが、そっからさらに済みまして、出版社さんで構成、挿絵のデザインも終わってですね、そして今、まさに著者校のチェックが終わりました。いやー、しんどかった。そもそもこの著者校っていうのは何なのっていう話なんですけれども、簡単に言うとですね、構成と挿絵のデザインが終わった内容はですね、ほぼほぼ完成品です。 これもですね、著者がチェックすることが出版プロセスの中でですね、何回かあるんですよね。現在は1回目が終わったところです。ちなみにですね、著者校のチェックはこういった紙で行うのが一般的でして、データじゃなくてですね、過去の3冊も全て紙で実際細かいところも見て、 読んでチェックを入れてきましたこれが結構しんどい本当ですね目がチカチカするんですよね集中力も必要ですしねでもですねこれをしっかりやらないと編集された文章がですね私の意図に沿ってない場合とかあるんですよねあとそもそもなんですけども私の原稿を今更ですね変えたくなるところもあったりします 4作目の書籍はですね、まあ私が書く書籍ですので、プロジェクトマネジメントの内容で、過去にないぐらいわかりやすくプロジェクトマネジメントを解説する書籍になります。あと、今回はですね、一つチャレンジングなテーマを加えました。それがですね、なんでプロジェクトマネジメントを学んでもプロジェクトが成功しないのかっていうテーマです。今までですね、研修とかセミナーとか書籍などで約5万人の方々にですね、プロジェクトマネジメントをお伝えしてきました。その中でですね、ずーっと課題感が あったのが プロジェクトをを勉強しししてても成果がが出出るる人人とでで、ね、ですすねねなないいいいっうこんよ今回の新しい書籍ではそこにメスを入れましたプロジェクトマネジメントはマネージメント論の一つです。じゃあ、マネージメントっていうのは何なのかっていうとですね、ビジネス目的達成のための計画立案とか、組織構造とか人材配置などの組織上の最適化とか、仕組みやルールの策定とか、これらから逸脱した際の対応とか、つまりですね、効率的な組織運営の仕組み、 仕組みとかルールを生み出すのと、それらを運営することとか維持することなんですよね。なのでプロジェクトマネジメントはプロジェクトを効率的効果的に運営するためのやりくりの仕組みなんですよね。もっと簡単に言うとですね、マネージメントは組織や仕組みやルールの箱でしかないと。そんでもってですね、箱の作り方だけ学んで、箱を作っただけだとビジネス目標の達成には不十分なんですよね。そこで登場するのがリーダーシップという概念です。 リーダーシップはですね、未来のビジョンを掲示、提示したりとかですね、メンバーの団結力を高めて対応すべき対象の推進力を高めたり、メンバーにですね、動機づけを行って対象の推進力を高めたり、まあ、すごーく話を単純化すると、対象となるものやことの変革推進力を高めるための力だったりしますよね。つまりですね、リーダーシップっていうのはマネージメントの箱、箱の中に血を巡らせて箱を動かす原動力なんですよね。なので 新しい書籍はですね、プロジェクトを推進するために必要なリーダーシップとか、人間力とか、思考法などを新たに入れています。皆さんがですね、もっとプロジェクトで活躍して、もっと輝いていただくことを想像してですね、書きました。今日はここまでにしたいと思います。ここまでご覧いただきまして、ありがとうございました。まだまだですね、新しい書籍。 発売までにやることがいっぱいありますので頑張ります今後追加情報最新情報あれば動画をどんどんアップしていきますのでチャンネル登録と高評価をよろしくお願いしますそれではまた会いましょうバイバイ